ティーチャークーボーティーチャークーボーいやー終わりましたね。僕の月1回の大仕事終わりました。今日ね、ドリアカの勉強会のコンテンツ作ってたんですけど、今回良かったと思いますね。なかなか。良 <laughs> かった。今回結構良かったですね。字がさん。自自 <laughs> あのー、 これ6年目ぐらい、もう毎月撮ってるんですけど、もう6年目ぐらいになるんですけど、やっぱね、上手くなってきたんじゃないかなと思いますね、さすがに。<laughs> これあと20年やりますからね、僕。20年毎月やるんで、まあ20年後はもうすごいことになってるか分かんないですけどね。うん、そう。まああの、ほとんどの人が、なんだろうな、うーん、その先をね、イメージしてないというか、うーん、 続けたその先に何があるのかっていうところをなんか絶対ではないんだけどイメージしておくっていうのは結構大事だと思うんですよね。な何だろうなまあもうシンプルに言うと辞めてしまったその先の未来と続けたその先の未来何が待ってるのかっていうのを A と B で考えた時に辞めてしまったらもうその先はないわけじゃないですか単純に。 でも続けていけば少なくても何か変わってる未来は想像できると思うんですよね例えば会社を今の会社を続けた30年後続けた未来と何か新しいネットビジネスとか勉強してやっていく未来でそれ30年やった時の未来を想定した時にどっちの未来の方がいいですかっていううんもちろん未来は確定してないですよ まあその30年後、あなたの会社があるかどうかもわからないんだけども、考えたときに、どっちがいいかなっていう、シンプルにね、どっちがいいですかみたいな、選択は自由です。あと、現実的な事実もそうだと思うんですよ。ずっと続けて下手になるってことありえますずっと続けて下手になるっていうのは、極限までいった人しかない,ないと思いますよ。 例えば一郎選手とかも極限まである程度行きました。で,そでそのあ、その後落ちるってことは打率落ちたりするでしょ。でも上がるしかないので最初は。最初は打率が全然ないんです。でも練習してやっていく上で打率が増えました。じゃあ今度それを維持していくのが大変になっていくフレーズになるんですけど、最初は伸びしろしかないので。そうじゃないですか、やっていけば。<laughs> 落ちることはないですよね。 うん、落ちるっていうもし落ちることがあるとするならばそれはあなた行き着いた結果だよねって話してイチロー選手になったっ結果だよねとじゃあその打率を維持していくために体を維持していくために向上させるというよりかはあのベストパフォーマンス今のスキルパワーを、えー、出せるように、えー、体のメンテナンスするとかね、まあ、そういうなんかステージになるとは思いますけどそれはそこのステージに行った人だけなんでほとんどの人はそこのステージじゃないので。 伸びしろしかないと。まやるかやらないか、やった方がいいんじゃないっていう。やれば伸びしろあるよっていう。うん。だから、こののみの話の、のみ、のみだったらダニだったかな。なんか、飲みもね、なんかあるんですけど、のみだったかな。なんか、その箱にね、のみを入れたときに、ジャンプするのに、なんだ、あの、限界はここなんだけど、箱を変えるともっと飛べるみたいな。まあ、何が言いたいのかっていうと、結局、限界を決めてるのは自分であって、 うん、もちろん、もちろんね、限界はあるんだけど、もうね、ウサイン・ボルトに久保さんが今からなれないと思いますけど、いや100メートル、久保さんがどれだけトレーニング積んだとしても、さすがに今から、今の年でね、ウサイン・ボルトの記録を塗り替える、それはね、僕は、まあ、あの無理だと思います。限界はあると思います。限界はあるけれども、例えばね、久保さんが今、100メートル何秒か分かんないし、僕も100メートル何秒か分かんないけども、これをね、 コンマ、多分トレーニングすれば、コンマ0.3秒とか0.5秒はね、縮められると思いますよ。だからそれをね、5秒縮めるとか難しいかもしれないけど、多分練習すれば今の年齢でもね、0.1秒とかね、0.01秒は縮められると思いますよ。やれば、トレーニングすれば。だって24時間マラソンとかもそうじゃないですか。 最初からその、すげえ距離走れたのかっていうと、トレーニングした結果走れたんですあれ、トレーニングせずね、いきなり走れっつってね。あれ、走れないぞ、多分。あれ、3ヶ月ぐらいで多分準備すると思うんですよ。走る、トレーニング。まあ、それもなんか映像で出てますよね、トレーニングの。それやらず、いきなり走れないですよ。うん。結構、年取った人も走ったりとかするじゃないですか、24時間テレビって。うん。 だからまあ、やればいいのかな、そうですけどね。僕はやりますけどね、いってらっしゃい。